はい、この状態で今ちょっとアイロン入れたんですけども、こんな感じにトーンアップしました。まあ、そんなに切るとこはないかなと思うので、結構でもこの彼女の質感的に少しこうブツブツ重さがある感じが似合いそうなんで、一回まとめていいですか。はい、この揃ってないのを切ります。そしてこっちもで、カール入れといた方が内巻きに切りやすいんで、ちょっとアールを入れ、カール入れちゃいました。アイロンで一回ベース作ってから崩していこうかなと思います。カメラがあってここにそして、イングラに収まる感じを作りたいので、ちょっと変な切り方ですけど、サイドチェンジ使うんですが、この中のこの毛ですね、このやつ、これをギューって内側に、通常カットだったらそんなにイングラに切れないと思うんですけど、この毛をちょっとお客さんに言いながらちゃんと説明した上で、こっち側のイングラで切るとめちゃめちゃここの角を取るとすごくイングラになります。はい、でこっちも同様にこのまま持っていく。この時にポイントはネープのこの表面の毛っていうよりは、この後ろのネープの毛をメインで切るような感じです。これはおまけって感じにしておいてください。はい、なので引っ張るのはこの耳からイヤートゥーからバックの毛ですね。イヤートゥーからバックの毛を引っ張って、あまりやるとちょっと死んじゃいますからね。でこの角を、そうするとちょっと出る毛が出るんで、それで切ってあげるという感じですね。ちょっともう一回やります。ここからこっちに持ってきて、このイングラに切ると、イングラのコンベックスに切るって感じですね。ポンとこっちからこれ持ってきて、イングラのコンベックスですね。これですね、こんな感じです。であとは今ちょっとベース作ったんで、まあ、今度バックで、この辺で、まあ、基本的にノーテンションで切ります。ちょっと癖皆さんあるんで、癖を生かしながらで、このまま上手で切りますね。でこっちも切ります。バックこんなもんですね。余計なことすると軽くなっちゃうんで。でここからなんですけど、ここを束を出しながら束をこっちにひねります。要はこの束をこうひねったりこうひねったりってこうフリルみたいな感じ、いろんな方向にやりながら毛先にブランと入れていくと、結構揃わない重さが出る感じのモードな質感が作れるんで、束ごとにこっちにあったりとか、この毛を動かしながらここにコンベックスをちっちゃく入れていきます。アルシザーをコンベックスに入れながらこういう感じで入れていきます。これ今反対にこっちにねじったって感じですね。こうやったり、僕はこうやったりするんですけど、左にやったら前に持っていく。で毛が動くようですね。重いけどなんかこう独立して全部がつながってるというよりは、束ごとにちょっと遊びがある感じですね。そういう方がいいんで、あんまりこうベーシックな感じのカットではないですけど、ニュアンスですね。そうしていくとなんか彼女のこの質感、ちょっと重めの感じが似合いそうなので、この細い毛の良さが出そうな気がします。前に持ってきたり、
バックにあったり、これ交互ですね。そうするといろんな方向に遊んでくれるんで、このような感じに崩していきます。このミリ単位なんですけど、まあ、ミリ単位とか5ミリとかなんですけど、ちょっとそれで毛先の動き感とかがこのメッシュとうまくコラボしてくれるのかなって僕思ってるんで、この内巻きをイメージしながら、内巻きをイメージして前と後ろですね。やるときは指でこう右手の人差し指で引っ掛けて取って内巻きにやってって感じですね。分け取って指で引っ掛けて前にやって、でなるべく下ろす位置、落ちる位置に なんか持ってった方がですね、ちょっと段入っちゃうんでリフトしちゃうと、なんでなるべくダウンステムで入れてった方がいいです。あと力入れてこうやると内輪と外輪があまり動かなくなるので、なるべくノーテンションでやった方が、ノーテンションっていうのはこう元も触らない感じでこうやった方が内輪と外輪が作りやすく、よりかつ自然にこうブラントな感じが作れるので、あんまりテンション入れちゃうと結構まっすぐっぽくなっちゃうので、こういう感じで入れてきます。で最初にやったところはあんま崩したくないので、ネープの三つ襟の毛とかはあんまり触らない方がいいです。最初にやったサイドチェンジが意味なくなっちゃうので、あくまでこの表面ですね、鉢の上の毛とかこういうところを、そうフリルを作っていきます。で何回もやっていくと毛先のところがポヨッというこう毛先のところがなくなって重さだけになってくるんで、まあそうしたら大体終わりかなっていう感じですかね。こうやってこうですね。で結構この時バームオイムササビのバームオイルつけてバームワックスつけてやった方がこの時点でなんかこう後でつけなくていいんで、ここでつけちゃった方が時短になります。でバックもやっていきますね、同様に。後ろは見せるとしたらこんな感じ、そのままくるっとやってというか重い毛束を重くしていくって感じですね。イングラで重くします、イングラで重くします、はい、これをひたすらやるだけでいいです。なるべくこの毛束もバツってまっすぐよりは少しこう山切りカットにしていく感じですね。山切りカットというか、なんかちょっとこう丸めながらこうですね、ちょっと見ていただくと、こうしたのを丸くこうあるシザーを使いながら、先をこう丸くしていく、こういう感じにしていくって感じですね。要は指をこうなってる感じにしたいんですよね。だからこの指みたいなコンベックスを作ってからなんです。これが手がコンケーブだったら気持ち悪いと思うんですよね。カッパ見たくなっちゃうんで、こうなんで指はこう丸さあると思うんですけど、この状態を作りたいので、いろんな方向にこう動くような感じですね。その状態を作るために束ごとにこうコンベックスをちっちゃく作るって感じですね。結構こう地道なんですけどね、結構いい質感が出しやすいです。特に風に吹かれた時とか結構重さが、外国人風の感じに重さも出てくれるんで、こう毛が動かした時にこうやっぱ重さが出るってことは毛先のニュアンスがはっきり分かりやすくなるので、結構いいです。こんな感じにしてくると分かりやすいですね。さあこのちょっと束感がねこう出ながら、で顔前に結構ね遊ばせられるんで、ちょっとだけ短くちょっとだけ切ったりとかします。こういう感じにして、はい、こんな感じでね毛先の方で、前髪は多分もう僕より上手いんで触らないでいきます。カットはねあんまりやることないんでこんな感じかなと。ちょっと触ってもらっていいですか。
そうどうですか、そこサラサラですよ。めっちゃサラサラです。なんかアイロン入れてるんですけど、もっちりした感じになる。もちもちです。結構違いますよね、うん、全然違います。そうそうそう、なんで結構ね、お客さんもモモンガを使っただけで、まあ、リタッチだけだとちょっと難しいかもしれないけど、例えばリタッチの場合だったら根元のまあカラーに入れても染まりは良くなるんですけど、入れて今度毛先の方もしやらないんだったら、モモンガ水とかをシェイクしてここだけつけといて、トリートメントで料金取るってこともできると思うので、まあ、皆さんもちょっとそのプラスタンクアップしてお客さんに喜んでもらえるようなものできたらいいかなというふうに思ってますので、モモンガをうまく活用して、矯正剤、もう矯正がすごいんですよ。まず皆さんにちょっとやってもらえると分かるんですけど、矯正の、僕は、ステップ矯正でやってるんですけど、ステップ矯正の、第一剤にステップと、あ、セブン、第一剤にモモンガと、まあ、オーロあればですけど、オーロと混ぜてファーストつけて流してアイロン入れて、でその後に 6.8 暗節の 6.8 にまたムササビを混ぜてやるんですけど、めちゃめちゃツルツルになるんで、矯正すごいです。なんで皆さんまたね、矯正の動画撮れたらちょっとやってみたいと思うんで、はい、こんな感じで、はい、こんな感じですね。あ、さあこれで、はい、ではちょっとね、韓国風な感じの、ちょっと重さが足りないんですけど、これちょっとこんな感じの、でもこれで、ね、ちょっとブローしながら切んないともうイメージちょっと共有できない感じなんで、ちょっとまあ先にブローしながら切るっていうような感じにしていきたいと思います。で今回はレングスはあんま切りたくないってことだったんで、伸ばしてますから、ちょっと重さ出すのにこれぐらい行きたかったですけど、ちょっと長さを残す取らないようにして、毛先のばらつきをちょっと取って、重さをプラスして、ここは重さをプラスして、この辺のまっすぐ感をどうにかしたいと思います。ちょっとそのままいきます。まあ、カット用にバームワックスを使ってドライカットしていきます。今日も結構切ってきたんですか。はい、ここを切ります。この辺のね、で、用語としては縛りたいということなんで、この縛るバックのね、このぐらいからですね、ちょっと作っていきたいと思います。でスタイル的にはまあこういう風にリバースに巻いちゃってる感じで切ってます。なのでこれどういう風に切るかっていうと簡単なんですけど、サイドチェンジします。で、だいたいこの場所をこの辺からってなったら、ここからサイドチェンジするだけなんで、ね、この下のレングスに合わせるだけです。さっき下はまあ、いつも僕やってるんで多分皆さん分かってると思うんですけど、こう切ってます。ちょっと重さ出すのにバールを入れて、こういう感じに切ってます。はい、そういう感じに切るといいです。こっち側ですね、こうですね、はい、そしてここは、長さこの辺かな、ここって決めたら、大体この切る位置覚えておいてください。そしたら、指ね、この土井さんちょっと頭小さいんであれですけど、前から指4本分の点と揉み上げのところ、結んだところをサイドチェンジしていきます。で R2 セニングでぼかしながら切った方がとりあえずいいので、この辺からスタートだから、ね、ここからこう流れるっていうことをイメージして、でこれちょっとこう難しいけど、こっち側にオーバーダイレクションさせて、このラインを、ずらしながら逆側でカットします。これだけでもつながります。これで今ちょっと今適当に切った風に見えるかもしれませんが、この一発で実は決まってるっていう感じですね。ちょっとね、長めに切ってるからそれっぽくなるかはどうかな。ちょっとボリュームがねちょっと出づらい感じになりまして、まあ、こういう風にですね、今ので
っと分かっていただけると思うんですけど、まあ、ちょっとリバースに一撃で、まあ、またちょっと切るんですけど、まあ、こういう風な感じが作れます。これは縛れるんで、もうちょい攻めれるなと思って、もうちょい上からでいいですか、この辺です、はい、っていう感じにしたいと、まあ、こんな感じでちょっとデザイン作りながらちょっと切ります。はい、指4本のところ、爪地までいかないですね。4本ともみあげをつないだところ、イヤートゥーじゃないですよ。そこを、サイドチェンジして、まあ、これちょっと出るところはね、後でつなげるので、場所だけ決めといて、はい、ちょっと上からにするので、よいしょ、はい、ここから、これで、ね、縦パネルで移行する感じですね。こうしていく感じです。こういう風にして。はい、ですか。そしたら、ここから逆刃で持っていく感じですね。そうすると、ここがもうちょっと上からになったので、これ一撃でこうなると。ね、同じぐらいのところですね。そのやつになるんですね。これだけで、このサイドチェンジ使えると本当に楽で、これでどう切ったらいいのかなって多分なっちゃうんですよ。で、まあ、こう切る方法も、こうやって切ったりとか、もうなんか、まあ多分いろいろあるんですけど、切りにつながらないんで、こうやってバツバツバツってやるとラインが、要はそのつながりがなくなるので、今みたいに1個で切った方が髪の流れってつながるんですよ。だから本当に究極言うと、こう1個で持ってバツって切るのが、まあ本当究極につながるっていう感じなんで、細かくやるとバラバラになっちゃうんで、こういうつながりが出なくなっちゃうんですね、はい、でもなんかこれだけでも変わりましたね。なんかここの影ができるかな、うん、でこっちも簡単なんですけど、指4本分のところから持ってきて、そのままサイドチェンジするだけなんで、ほんと、まあ営業だと思ったらバーってやっちゃいますけど、今説明したかな。で、さっきと同じ位置、もしくは、骨格に合わせてウェイトの位置が同じ位置から切っても、ヘビーウェイトの方が上がって見えたりとかするんですよね。ヘビーウェイトっていうのは分け目で量が多いですね。どうしてもここから上でこっちの方が下がって見えるってことは、こっちのライトのウェイトのこっちの方が、こっちのライトパートの方をちょっと5ミリぐらい高い位置から、やってあげないと同じ高さにならないですね。っていうのを、まあ、この段階でねちょっと分かりづらいと思うんですけど、慣れるとすぐできます。そうするとこっちの方と右と左の高さがこう合ってくるんで、そこを見ながらですね、この落ちる位置ですね、これちょっと右、今実は適当に切ってそうだったんですけど、実は狙ってこっちの方を1センチ短く切ってますっていう感じに、これ巻いてないんでちょっと分かんないんですけど、っていうような感じにスタイリングしながら切っていくとすぐ簡単に見えてくるんで、多分そんなにやることないというかですね。あと前髪はちょっとこれから作るんで、こうすればこれでなんかそれらしくなったのかなと、前髪作ればで下がね普通に内巻きにして、ちょっとこれねラインを、デザインをちょっと分かりやすくするために、すいません、ちょっと任せてもらってイメージを共有しながら作ります。ストレートだとちょっと彼女の髪は分かりづらいんで、そして、まあ、今ね、まあ、適当な感じですけど、これでちょっと雰囲気が出てきたかなと思います。でですね、ちょっと回しますよ。バック、例えばちょっとどっかに高さ出したいと思ったんですけど、こういうところに段入れちゃうとここバサバサしちゃって、ここはねバックはまっすぐにしたいんですけど、ちょっとこの辺で動きを出したいですよね、サイドと。ここでちょっと動きを出していきたいなと思うんで、このセンターはいじらないでここだけで動きを作ります。ということは、イヤーとイヤーにオーバーダイレクションさせるんですけど、センターから2つに割って1
ちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど、どっちですか。ちょっとダッカルで染めますね。普段染めないんですけど、ちょっとここを染めて、それもめっちゃ簡単なんで、でセンターパートを染めます。でセンターパート染めます。そしたら、この位置にオーバーダイレクションさせます。ということはどういうことかと言いますと、位置というかな、ちょっと前出しますね。いいですか。今言ってるのはですね、ここに全部集めることによって、このここの場所ですね。ということはセンターの毛がこっちにオーバーダイレクションしますから、ここが長くなる、接生的にこうしますから。なんでここはまあ段が入らないけど、ここにちょっと山切りの段が入る感じです。でもベースは軽くしないですよ。ここだけちょっとちょっとか、高さを出すためのレイヤーをちょっとこう入れるって感じですね。はい、めっちゃ簡単なんでちょっとやってみます。で、その場合は、このイヤーとイヤーのもみ上げですね。このもみ上げから下は、ここはベースの位置です。ここ切らなくていいですから。はい、で、だいたい僕がいつもやってると思いますけど、このまま一応保険で、指1本分だけここ落としてください。ここ切っちゃうと危険なので、いいですかね。はい、これベースの毛ですから、ここ指1本だけ残しておいてください。もしくは指2本とかですね。はい、毛の量に合わせて、じゃあモデルさんちょっと、軽めなので、ちょっと少なめに、あ、少なめじゃない、多めにベースを下ろしておきます。このぐらい、指2本分ぐらい下ろして、で、イヤーとイヤーまでオーバーダイレクションさせます。わかりますかね。ちょっと見づらいかな。で、ここからいいですか。ここからポイントなんですけど、また同じようにサイドチェンジして、ちょっと難しいですね。そしたら、本当今度は毛先だけちょっと切る感じです。なぜかっていうと、あんまり段入れちゃうと軽くなりすぎちゃって、もう一回ちょっとなぞり、今や何をしたのかと言いますと、イヤートゥーから前を止めて、でバックのセンターパートから分けて、お土産の延長線上のところを取って、ベースのところを指2本分だけ落として、切っちゃ穴開いちゃいますからね。で、前にオーバーダイレクションですね。オーバーダイレクションするのはこのイヤートゥーイヤーのこのパネルです。ここまでオーバーダイレクションです。ここまでオーバーダイレクションさせて、ちょっと前側の方がいいですね。そしたらこれをどうするかっていうと、要はここに少し表面に高さを出すレイヤーを入れたいんで、これをまとめてここまで持ってきたのを、この縦パネを崩さないようにして反対側にオーバーダイレクションして、ここにちょっとだけレイヤーを入れると、そうするとつながるんで、そうどうなるかって言いますと、前の方はね、やらなくて大丈夫です。もう普通に軽いんで。そうすると、ここの高さがちょっと出て、バックの重さ、ここだけ高さ出て、で、バックの方は段がないという感じになるんで、この辺がちょっと高さが出るという感じになってます。巻いた時にこういう風にこう、R 入ったりとかするんで、これ本当使えるんで、結構簡単ですけど、意外と使えるっていう感じです。じゃあこっちも超簡単なんでやります。もみ上げ、ちょっと回しますね。もみ上げ、そしたらこのアウトライン危険だから指2本分落として、はい、ちょっと分かりやすくね、サポリアスこれですね。そしたら、はい、ここを前にオーバーダイレクションさせて、サイドチェンジ、ちょっとしたら今度反対側に来て、ちょっと前側にオーバーダイレクションさせながら、縦のパネルを崩さないようにして、前横に反対側にギューッと行きます。そしてここを取るってことは、ここをこれ動かしながら取るとコンベックスになりますから、ちょっと難しいかもしれない。コンベックスになるんで、丸さが残りながら、あとウエイトの高さが若干上がると、それ一発で切ってますね。それだけでここがもうふわってなるんで、です。で、結構盛り多い方だと、こっちもやった方が本当よくて、この下だけ、下を下ろして、
で今度後ろに結構多めにこれバックにやった方がいいです。そしてこういうようにこっち側にちょっとやってちょっと切るとか両方から攻めていくって感じですね。はい、イヤーとイヤーのちょっと後ろ側にまでオーバーダイレクションさせてもらって、サイド危ないから落として、そしたらちょっとバック側に持ってって、ここでサイドチェンジして、ちょっとだけこの下のライン出ると思うんですけど、ここに向かってこの下のラインに向かって R で取っていくっていう感じです。それだけですね。そしたらどうなるかっていうと、少しここがふわっとこう高さが出て、バックの方はダウンがほとんどない。だから この辺はなくて、徐々にダウンがちょっと入ってなくてっていう感じですね。ダウンあり、ダウンなしで、ダウンあり、ダウンなしっていう、まあこういう極端を言うとそういう感じになります。そうすると前から見た時にダミーベッドだけ高くなるっていう感じですね。だから完全に形で高さを上げちゃうと軽くなりすぎちゃって上が短くなって昔の古いスタイルになっちゃうんで、 A ライン崩さないようにしてやるにはこの部分だけをやるとですね。はい、であとまあそれがまあちょっと難しいっていうのであれば、いつもやる V ラインでここに V 作ってやってるやつあるじゃないですか。ここに V をこう作って、この V のまま、今ちょっと切んないですけど、このままバーってやる方法もあります。はい、これは結構下の重さをがっちり残したい場合とか、圧をしたりとか、まあ、今やってる方法は結構この辺も綺麗につながるので結構おすすめのやり方なので、 V よりもよりいいかなと思います。はい、ですね。で今回のモデルさんの髪質だったらやっぱ重さが必要だと僕は思ってるんで、つながり作ったらあとはちょっとブランドをちょっと作って、あと 前髪作るんですけど、結構落ちる位置でわざとアルシザとかでブランド出していく、こういう薄いところをちょっと取っていくと毛先の重さが出るんで、もうダウンステムでいいんで、こういうところですね、つながりは最初作ったのでちょっと崩すって感じですかね。でこの毛先のところにこういうちょっとブラントを本当ミリ単位なんですけど入れていくと、ちょっと重さが出せる感じです。動かしながら毛先をやっていくと、ちょっとこの辺の立体感とかが毛先出てくるのでっていう感じで切る。ちょっとねじってるんですけど、そのまま持ってきて切るっていうよりはちょっと少しねじってます。ねじって切ると、ねじった方がまとまるのでそうしてます。で切るっていう感じですね。あとまあポイントでね、こういうところに、あ、ちょっとここに高さ欲しいなとかいう場合は取ったりとかするんですけど、あんまり軽さ出したくないんで、前髪がね、あ、じゃあ前髪作ります。前髪、あ、でここにちょっとバング作りたいってことなんで、薄い感じでちょっと作りたいと思います。でもこのぐらいで薄めに作っておけば、何でしょう、あんまりなんか横にしちゃえば分かんないんで。でもここで1個ポイントがあって、これちょっと今たまたまついてるだけなのか、結構例えば同じ量でこう取った時に、僕のやり方なんですけど、こうやって取った時にこういうふうに癖で割れちゃうところがあったら、これちょっと裏技なんですけど、まず同じ均等に出すんですよね、こうやって。で例えばこういう割れちゃうとかだったら、その上のをちょこんって取るんですよね、この上のやつを移植するって感じ、こういう風に、そうすらできます。これ結構みんなできてそうでできてないです。ちゃんとマニュアル通りこうまっすぐ取ろうとしてやるとうまくいかないんで、癖があったら癖の上をちょっと少し山を作ってあげると、その上の毛が乗っかって、ここをこの部分を、わかりますかね、ここを今
カバーしてくれてますよね。多分もうちょっと洗ったら落ち着くと思うんで、でこれで多分いいぐらいだと思うんですよ。っていう風に、マニュアル通りこうやるっていうのが逆にちょっとどうかなって。もうちょっと濃い方ですか？いや、これくらいで大丈夫です。はい。であとは長さはもう R2 セッティングで切っちゃえばちょい余裕なんで、もうここら辺で切っちゃうって感じですね。っていう感じに。この横の横を出して、まあ、このような感じですね。まあ目と鼻の中間ぐらい、結構カーラーで巻いたりとかすることが多いので、ちょっと今後ついてるんで、これ多分カーラー入れても全く多分あんまり機能しないと思うんですけど、っていう感じに。ちょっと前髪をこう薄めに作って、で足りなかったら後でもう一回ちょっと切ろうと思うんで、とりあえず今は探りですね。なんで、まあ、ちょっと簡単なポイントのカットだけしか今やってませんが、皆さんいろいろベーシックできると思うんで、ベーシックプラスアルファでこれをちょっとプラスしていただけるといいかなと思うんで、まあ後でまたちょっと見たいなと思います。カットラインでこれでカラーを入りたいと思います。はい。では今乾かしたんですけど、こんな状態で、もう電車までの時間がないんで、もうブリーチ今これで、今ブリーチに返して、カラーのっけた状態がこの状態になってます。で、時間がもう数分しかないんで、ちょっとね、R2 セッティングを使っていきます。はい。 R2 セッティングを使う、どうしようかな、何でいいのかな。で内巻きに切りたいっていうことだったので、もうこの状態から上からですね、コンベックス作ってカットします。長さも変えなくていいんですよね。でコンベックス作って上からこの R シーザー使って、コンベックス使って、結構バラバラですね。コンベックス使ってイングラですね、イングラにしながらやります。はい、ちょっと下見てくださいね。でバックなんですけど、まあもう超簡単で皆さんやってる。でここで R2 セッティング使っていきます、まあ、R2 セッティング削ぎのハサミっていうよりはライン作るハサミなので、はい、まあいろんな方法があるんですけど、今、まあ、ここのライン襟足これ切ったって言います。はい、まあ、僕はこのまま通常通り、普通通り皆さんやってる感じに、この棒刃が下の方にして、このままラインを作っていきます。簡単ですよね。このまま横にして棒刃が下の状態で、はい、なんで指の持ち方として、 R2 セッティングの持ち方としてはこういう風に持ってます。これ鉄砲打つみたいな感じですね。3点ポジションですね。ここのボッチを持つ、アルツの持って、そのままちょっと手があって分かりづらいかっていう感じにしていきます。で反対側も同様に、横にしながら、このまま3点ポジションでやっていくだけなんで、まあ特にぼかしながらこう切っていくっていうような感じです。まあ難しいことは何もないですね。まあ、皆さんやってるような感じですね。で結構この削ぎ率が結構良くて、ちょうどよく削げるというか、削ぐっていうかライン作ってるんですけどね、削ぎじゃなくて。で道具に頼って、まあ楽に切れるならそれでいいかなと思ってるんで、あまりこうベーシックとかなんかウィック切るんじゃないんで、
人間切ってる分に関してはなんかあまりきっちり切りすぎてもなんかダサいと思うんですよね。なのでなんか嫌だよね、人形みたいにバシッと切られたらなんかダサくないだから結構あのウィッグでね、ウィッグと人間違うと思うんで、もっとラフに切った方が絶対可愛いんで、だからあんまりカット上手くならない方が、別に逆にある意味いい意味でカット上手くならない方が僕はいいかなと思ってますね、まあ、究極のこと言いますけど、はい、まあ、それよりもカラーとか矯正とかもうちょっとね、僕もカットで売ってたんですけど、まあ売ってたんですけど、今もまあカットは好きなんですけどね、だけどまあ限界あるなと、やっぱり薬剤とかの部分も。で今回ね、そう、インスタの方なんですけれども、モモンガトリートメントっていうのを入れて、ブリーチ2回してるんですけど、このモモンガトリートメントを使うことによってペールイエローのベースが入りますから、オレンジベージュみたいなのがベースに入るんですね。でヘナみたいなオレンジにならないんですけど、まあ、それを入れることによってマイルドなカラーが作れるっていう感じなんで、ブリーチ剤に混ぜたりとかして、ベースに少しキャストした状態でオンカラーすることによって、こういう柔らかさがあるハイトーンのカラーができます。はい、これはモモンガのトリートメントが今なんだろう、結構おすすめしてる、グループが Facebook でグループがあるんで、皆さんこれ無料配布してるんで、もしよかったらこの大きさ無料配布じゃないですけど、これも販売始めたんですけど、無料配布あと少しだけ枠があるので、もしよかったらグループ、Facebook のグループ、モモンガのトリートメントグループに入ってみてください。で、バックの方なんですけど、ちょっと見、バックの方はこのまま下に、ちょっと下下がってもいいですか。で、このまま下にも引っ張って、ここをコンベックス作ります。わかります？ここにコンベックスを作る。R2 セニングでコンベックスを作っていきます。縦にここにコンベックスを作っていきます。こういう感じですね。でコンケープ作ればパッツ向けになったりとか、まあその時の用途に合わせて、やってます。よくちょっとずつ長さを変えて切るとかも、まあ、ありかと思うんですけど、なんかあんま美しくないかなと思いますね。つながりがあった方がいいかなと思います。はい。あ、ここも結構出てますね。そいでるっていうよりはラインをちょっと作ってる感じになります。はい。で結構こういうスタイルだとやっぱ中の方削っていった方がいいんで、中を削ります。これダイバルタンって言って大きいやつなんですけど、ちょっとインスタがあるんですいません、皆さん多分知ってると思うんですけど、こっち側に紹介させてもらいます。はい、このダイバルタンで中を削ります。これはコンケープ側で入れてますね。はい、これ特殊なフェアリーの特殊なハサミで、まあ、このような、まあ、世界中どこにも探したらないようなハサミなんですけど、僕がちょっと作ったやつで、これを使うと、はい、表面取るとね、やっぱ表面に短い毛できすぎちゃうとあんま良くないので、この中の方をやっていくと。であまりステム上げすぎるとセームレイヤーで入りすぎちゃうんで、セームレイヤーで入りすぎると、毛羽立ってきちゃうんですね。なんであくまでもダウンステムのグラデーションで、その、中のこの今やってる、まあ、僕はこのヤスリがけみたいなって言ってるんですけど、このヤスリがけ自体が全部グラで入っていくようにした方がいいんですよね。これがセームレイヤーにしちゃうとどうしても落とした時に毛羽立っちゃう。そうするとツヤがなく見えちゃうんで、なるべくダウンでやった方がいいです。こういう感じでちょっと回しちゃってすみません。でこのバックの方とかもね、結構毛量があるので、特にこういうところ、フラッティングって言ってるんですけど、このフラッティングしてあげることによって、毛量が、毛量じゃない、ラインが収まるんですね。
はい、これあの通常のハサミでやったら直近って切っちゃうので、このダイバルタンは毛先じゃない刃先をちょっと特殊加工してて切れなくなってますですので、このダイバルタンで切ることによって隣の毛切らなくて済みますね。で最後はやっぱりね、ライン綺麗なフォルムにしたいので、ヤスリがけして終わるっていうのが、まあ、結構鉄則だったりします。で、もともとそのモデルさんが言ってたのは内巻きにしたいって言ってたんですよね。ですよね、はい、結構跳ねやすいから内巻きにしたい。確かにまあ来た時跳ねてたんで、あと黒染めも今日黒染めしてたんですよ。で黒染めをここからしてて、それを今直して色入れた状態で、今時間がちょっとあんまりなくてです。で跳ねてたので内巻きにしたい、そして量ちょっと取りたいっていうことなんで、まあ毛量ね結構そんなに多くないので量取んなくてもいいのかなって思ってます。なんでこういう重なりとか取れたらいいのかなっていう感じに思ってるぐらいですね。でこっちもコンベックスの状態で山なりの方で入れることによって髪の毛が収まると。これストレート刃で入れちゃうとちょっとねやっぱあんまりよろしくないんで、はい、このような感じに入れていきます。まあ、普段はね本当にコームほとんど使わないんですけど、普段は、まあ、こうやって枝毛切るときにこう溶かしたりするときぐらいは使いますけど、普段はあんま使わないですね。はい、こうサイドチェンジよいしょ、サイドチェンジします。サイドチェンジして中にコーンケープ入れていきます。ここにコーンケープを入れます。サイドチェンジしてコーンケープ入れていきますね。これコンケープの方で膝は入れてます。はい、反対側にサイドチェンジして、やっぱりねブリーチとかして結構傷んでくると結構収まりが悪くなっちゃうんでね、そういうところをきれいにしていくっていう感じでサイドチェンジを使います。ではこのような感じでですね、このバックのとこもサイドチェンジ使います。はい、上に持ち上げていって反対側にこうしてこの中の側面を取る、表面の方だけですね。表面の方だけ取ることによってこの表面がフリルのように動くようになります。中間あんま取りすぎると軽さが出すぎちゃうので、この本当に表面のところだけ遊ばせるように中を、空間を空けてるような感じになります。これこっちはちょっと見えづらいかな、動画でこっち側にして見えますでしょうかね、こういう感じになってます。大丈夫かな、はい。これでもねあんまりこう直接ゴンと持ってきちゃうと良くなくて、少し根元のこのたるみがあった方が、まあそれねちょっと難しい話になっちゃうんで、また違う時に説明したいと思いますが、あでも他でもオンラインで説明してますね。大丈夫ですね。はい、そういう感じで、これ反対側、ダイバルタンで、ダイバルタンを使って裏面を入れております。はい。で、これで、とりあえず、中の方を取れました。でつるっとここが質感がなったかなと思います。あとバングちょっと切りますね。前髪の長さどうなの。はい、
で前髪アルトゥセニング使うとすごいあの切りやすいっていうか、楽です。こんな感じで、でもだいぶねあの黒染め入れたところ今結構綺麗になったかなってね、なりましたよね、だいぶね、はい、っていう感じで、ちょっと下見ればですけど、LS もう一回だけチェックを、はい、これダイバルタンです。ぼかしながら、まあ、レザーカットのように使える、あ、ダイバルじゃないや、アルツセニングか、レザーカットのように使えるアルツセニング、襟足をこのまま、結構これは馴染みが良くてパーセンテージも非常にこだわりました。はい、なかなか普通のセニングとの違いは結構あります。逆刃で使った時の違いが相当大きいと思うので、はい、終わりで、襟足ちょっとね、もう時間ないんで撮りまーす。ちょっといいですか。でバームワックスをこちらつけて、もうちょっと時間的にあれなんで、はい、このヘアリのバームワックスつけます。こちらをつけて、これ通常のバームワックスと違ってかなり柔らかく作って、北海道って寒いんでバームが硬いと冬使えないんですよね。なんでちょっとオイルとバームの中間ないかなと思ったんで、バームオイルって感じで中間のものを探しました。はい、結構使いやすいかなと思います。ちょっとずらしていいですか。そこからどう？結構こんな感じで終了ですが、眉毛もちょっと切ったんで、はい、こんな感じになる。よし。